立花線は台湾高尾市、鈴見山区にある最古湾駅から高尾市大領区にある大領駅までを結ぶ高尾都市運の路線。高尾市内を十字連絡する早運システムの東西路線を構成する大量輸送システムである。大領駅と大鳥山区に中駅間に地上軌道が採用された以外は地下軌道により建設された。路線は西側は 中山大学付近の最古湾駅を起点とし、神戸製、中西路、大港保園館、文化中心、A 竹中、大鳥山を経て、終点大量駅に至る、全長 14.4km である。当初から、すべての駅にエレベーターエースカレーターなどのバリアフリー設備や公衆無線欄、また、近く間のすべての駅には、ホームドアが整備され、さらに携帯電話の電波は、 トンネル内を走行中の列車からも十分通話が可能となるように中継されている。一方で改札内に売店や自動販売機は一切置かれておらず、ガムや飲料を含む飲食や喫煙は法令により罰金の対象となる。計画時には塩ほど市議会の間に大山・真名川駅があったが、地下街の不思議や市政府の移転で取り消されて欠番になった。伊方目 平均2008年の開業式典将来は塩、塩ほより、海底トンネルで、二つに至る計画と、大領駅より南に林園区まで延伸する計画と、大鳥山区に中駅より東に、平東市まで延伸する計画がある。平東延伸線は、大東の廃止した、専用線を活用する、案、大外観案の二つである。ただし、過疎地域を経由し、 台湾鉄路管理局兵被が支線に並行するため不必要との意見がある。ありがとうございます。